で、ダッピーのことが問題になってるけれども、テレビもダッピーみたいなもんでしょ。だから何言ってんのって話なんですよ。いやだって大阪のテレビなんてダッピーじゃないですか。維新の会のお尻ばっかり舐めてるわけでしょ。ウォッシュレットですよ本当に。テレビがそれを考えるならば、別にネットでそういうことがあったとしても不思議ではないってことです。資本側に買われているっていう広告ですから、ある意味での取り立ててダッピーがどうだった話じゃなくて、もうとっくの昔に新聞やテレビはそういう状態になりつつある。特に大阪一番激しいねってことだと思います。なのでそこら辺はしっかりと人数がいて時間があって委員会をたくさん持ってるっていう、そういった政党がしっかりと取り組むべきだというふうな考えです。ありがとうございます。